皆さんこんにちは。2年連続で日本シリーズ進出を逃したソフトバンクは変革の秋に臨みます。リーグ V のオリックスに CS ファイナルステージで敗れ、10月16日に大阪から福岡に戻った藤本博史監督はレギュラー白紙を宣言しました。今春に続き11月の宮崎秋季キャンプでも競争をテーマに掲げ厳しい練習を課します。定位置取りに燃える若手は休む間もなく実戦に参加、チーム力を底上げし来季こそ打倒オリを成し遂げます。約7ヶ月間身を削るような戦いの日々を終えた藤本監督の目は早くも来季に向いていました。10月15日の CS ファイナルステージ第4戦でさよなら負けして終戦を迎えた後、大阪市内の宿舎で選手らに訴えました。レギュラーシーズンもオリックスに負けた、どこに違いがあるか、うちの方が課題は多い、各人がそれを考えて秋にしっかり取り組もう。レギュラーシーズンはオリックスと同勝率ながら直接対決で負け越したため2年ぶりのリーグ優勝を逃しました。下克上を狙った CS でもやり返せませんでした。悲劇を来季の歓喜につなげるには選手層の底上げが不可欠です。10月15日の試合後も来年はレギュラーゼロ、全員で競争と定位置争いに例外はないことを強調しました。それだけに多くの新戦力の台頭を熱望しています。藤本監督が就任直後から口にしていた泥臭い1点を取る野球も不完全なままです。今春キャンプで重点的に取り組んだチームバッティングについて、うちはバント、右打ち、エンドランがまだまだできていないとバッサリ切り捨てました。秋のキャンプから厳しくなると思うと地獄の宮崎秋季キャンプを予言しました。指揮官として2年目の来季オリックス一強時代を阻止すべく変革の秋を実り大きいものにしていきます。一方でオリックスはソフトバンクとの CS ファイナルステージをアドバンテージの1勝を加えた4勝1敗で2年連続14度目の日本シリーズ進出を決めました。両チームはレギュラーシーズンでは76勝65敗2分けの全くの同成績で並びますが、15勝10敗の両チームの対戦成績でオリックスの優勝が決まりました。実力は五分のはずだったが、ファイナルシリーズではオリックスが4勝1敗と圧勝しました。その差はどこにあったのでしょうか。ファイナルステージ第4戦が15日京セラドーム大阪で行われ、オリックスが3対2でソフトバンクにさよなら勝利を収めました。ベンチで腕を組む中島監督は決めてくれと祈っていたといいます。 2-2 で迎えた9回西に3塁で打席には3番の中川圭太。今年でダメなら戦力外と腹をくくって挑んだシーズン、110試合打率2割8分3厘8本塁打51打点と結果を出し、勝負の9月中盤からファイナルシリーズでも3番で起用されてきた最後の PL 学園戦士です。カウント2-2からソフトバンクの絶対的守護神モイネロが内角に投じた5球目のスライダーでした。バットを折った執念の打球は三遊間を抜けていきました。中川は雄たけびを上げ、右手でガッツポーズを繰り返しながら一塁ベースを駆け抜けました。劇的サヨナラ勝利での日本シリーズ進出決定。ベンチはもう空っぽでした。中川は次から次へとナインと抱き合い、最後にベンチ前と中島監督と抱擁して互いに背中を叩き合いました。中川は3球目の154キロの内角ストレートを引っ張って強烈なファウルを放ちましたが、4球目の155キロの外角ストレートにはタイミングが合っていませんでした。パリーグの野球に詳しいソフトバンク OB の評論家の池田親久氏は、あくまでも結果論だが、同じくアウトコースのストレートで勝負した方が良かったのかもしれない。4回に吉田正尚に打たれた先制ツーラン、王手をかけた試合で西武の山川に打たれたサヨナラ本塁打もそうだが、チームとして今季のソフトバンクは細かい配球、制球ミスで僅差のゲームを落とすのが目立ったと指摘しました。ソフトバンクも意地は見せました。6回に頓宮のセンター頭上をはるかに超えていく打球を牧原が背走したままジャンプしてスーパーキャッチ、グラブの先にボールが見えていましたがこぼしませんでした。そのプレーで流れをつかみ7回のデスパイネの同点ツーランにつなげました。ですが引き分けでもオリックスの CS 突破が決まる中で
勝ち越すことはできませんでした。中嶋監督は延長の投手を考えなくてよくなったので非常にありがたい中川のヒットでしたと語りましたが、池田氏はオリックスはワゲスパックも平野も残していた、対するソフトバンクも森又吉がいたがモイネロが最後のカード、あのままの展開でも苦しかったし、そういう焦りが出たのかもしれないと指摘しました。レギュラーシーズンは先にソフトバンクがマジック1の王手をかけていましたが、西武にサヨナラ負けを喫して最終戦でロッテに敗れ、一方のオリックスが楽天に勝ったことでシーズン成績は全くの同率で並びましたが、対戦成績で大逆転が起きました。実力は五分だったはずですが、ソフトバンクの下克上はなりませんでした。その差はどこにあったのでしょうか。シーズン対戦成績15勝10敗の相性の悪さがそのまま反映されたのでしょうか。池田氏はシーズン終盤の流れがそのまま CS にも持ち越されたように思える、 CS に対しての是非の議論はあるが、システムとして優勝したチームに比べ2位3位チームのハンデが大きいことをソフトバンクは痛感したのではないでしょうか。短期決戦で重要なオリックスとの初戦に千賀を持っていけず、対するオリックスは山本で盤石の勝利を収めました。オリックスは先発が1枚足りませんが、この日4回まで山岡が好投したし、そういう弱点もカバーできたと分析した上でこう続けました。ソフトバンクは緊迫したゲームの中でミスが出る、そういうミスが最終的にオリックスの打順の巡りを良くした、吉田の前にいるキーマンの中川に打席が回ってくるようになり、オリックスは昨年の優勝の経験と自信から隙を見せない、序盤は本田、シーズンの終盤になって宇田川、山崎の2枚を中継ぎに加え、さらにブルペンが強固になった、そのブルペンの充実度の違いが大きく響いた。 CS では吉田の後ろを打つ杉本の調子が上がっていたことも生きたと思う。ソフトバンクは3回に1塁の中村晃がイージーな打球をお手玉してエラー、6回にも無視1塁で吉田の打球の処理を三森が手間取って併殺に取れませんでした。これも記録に残らないミス、いずれも得点にはつながりませんでしたが、短期決戦で重要な流れに影響を与えたのかもしれません。また池田氏が指摘するように150キロ後半のストレートでぐいぐいとストライクゾーンで勝負してくる宇田川、山崎の若手2人の存在がオリックスのストロングポイントとなっています。日本シリーズは2年連続でヤクルトとの顔合わせとなります。昨季オリックスは2勝4敗で敗れましたが、6試合中5試合が手に汗握る1点差ゲーム、最後の第6戦は山本が9回を1失点に抑える好投で延長戦にもつれ込み、12回に川端に決勝タイムリーを打たれて1対2で敗れました。池田氏は打線はほぼ互角、ただオリックスには山本という絶対的なエースがいて、ブルペン陣の層も力も上、昨年同様に紙一重の戦いが続くだろうし、非常に予想は難しいが、他代表への期待も込めオリックスが4勝3敗で雪辱を果たすでしょうと予想しています。10月22日からのヤクルトとの決戦に向け、中嶋監督は昨年しっかり負けたので今年はなんとかやり返したい、その舞台に立てるということでまたやってやろうという気になれると雪辱を誓っていました。高い投手力と粘り強さを示したオリックスですが、同時にこれまで苦しめられてきた天敵ソフトバンクについに引導を渡したシーズンでもありました。混戦の終盤には6連勝で京セラドーム大阪に乗り込んできたソフトバンクに3連勝して迎撃し、 CS でもポストシーズン18連勝の勢いをストップ、15勝10敗と2年連続で勝ち越し、実力でかつての王者を粉砕しました。フロント関係者はもうソフトバンクに苦手な意識はない、完全に払拭できましたと言い切っています。2020年まで7年連続で負け越し、専属スコアラーをつけて必死に追いかけてきた長年の大敵でした。その牙城に迫った2014年には勝ち数で上回りながら勝率で優勝をさらわれる屈辱を味わいました。それが今季最終戦の10月2日に同率で並んだソフトバンクを直接対決の勝ち数で上回ってミラクル逆転 V を果たし、悔しさを倍返しで味わわせたのです。劣勢の歴史に終止符を打ち、球団関係者はソフトバンクは高齢化が激しい、柳田、千賀、森、甲斐、
中村明とずっと同じメンバーで勝ってきた弊害で若手が育っていない。頑張っているのはモイネロくらいで、変わる選手がずっと出てきていない。来年も世代交代は簡単ではないと見下しています。フロント幹部も、もうソフトバンクも他のチームと一緒、それよりまだ負け越しているチームがあるので、そこを対策していかないといけないし、リーグの名手になるには全部に勝たないと、うちが名手に一番近い位置にいると意気揚々としています。今や立場逆転、1996年以来の日本一を奪還し、黄金時代を築いていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。